秋篠宮様が離婚すると噂される三つの理由。タイに隠し子がいる噂の真相とは。秋篠宮様が離婚すると噂される三つの理由。タイに隠し子がいる噂の真相とは。秋篠宮様との子様が離婚するかもしれないっていう噂が流れてるけど本当なのかな秋篠宮様には隠し子がいるなんて噂も聞いたことがあるけど。 そもそも皇族って離婚できるのと気になった方もいるのではないでしょうか。私も初めて噂を見たときは皇族が離婚なんてと目を疑いましたね。そこで今回は秋篠宮さまが離婚するという噂が本当なのか調べてみました。すると驚くような事実が判明したのです。真実を知ったらきっと皆さんも驚いてしまうと思いますよ。眞子さまと小室圭さんの結婚問題。 一つ目は真子様と小室圭さんの結婚問題で秋篠宮家への批判が高まっていることです。お二人の結婚は婚約会見から4年後の2021年現在も進展がありません。小室佳代さんの金銭トラブルが原因で暗礁へ乗り上げてしまったのですが、真子様がこんなことになってしまったのは秋篠宮家の教育が悪いからだ。小室圭さんとの結婚を認めるなんてありえない、という世間の声が急増しました。 このような批判をもう4年近く浴び続けているわけですから夫婦仲に亀裂が生じてもおかしくはないですよね。なる人様への教育方針の違い。二つ目はなる人様への教育方針の違いです。講師を切り分ける秋篠宮様に対してのりこ様は公を重んじているとのこと。その違いがご長男であるなる人様の教育方針について大きな衝突を生んでいるんだとか。 ルヒ人様はすでに行為を継承することが決まっています。そんなルヒ人様の教育にあたってノリコ様は家族一団となってサポートをしたいとお考えなのですが、秋篠宮様は本人の意思が最優先であると考え厳格な教育はされないようなのです。先術したマコ様の結婚問題についても秋篠宮家の教育方針が批判されていました。 そんな現状を見れば、のりこさまがなる人さまに同じ失敗をさせたくないと考えるのも無理はないように思えますね。しかし、秋篠宮さまは相変わらずのご様子。そこで衝突が起こり、のりこさまが離婚を考えていると噂されているのです。秋篠宮さまに隠し子がいる三つ目は、秋篠宮さまには隠し子がいるのではないかという噂です。 秋篠宮様は大の生続きで1989年から2007年の間に魚類研究のためにタイへ合計11回も行かれたのだとか、18年間で11回ですからかなりの頻度でタイへ行かれていますよね。実はタイの成人年齢は18歳だというのをご存知でしょうか。つまり隠し子が成人するまでを見届けるためにタイへ何度も行かれていたと言われているのです。 このように批判を浴び続けたり昔の噂が再び公に出ることでのりこさまが精神を病んでしまったそうで、限界を感じたのりこさまが離婚に踏み切るのではないかという噂が立ったわけですね。では、本当に秋篠宮さまは離婚してしまうのでしょうか秋篠宮さまが離婚するというのは本当秋篠宮さまが離婚するというのは本当なのでしょうか 隠し子がいるという噂が本当であれば離婚の可能性は十分ありそうですが、それ以前に皇族って離婚できるのという疑問も出てきますよね。そこでお二人の夫婦仲だけではなく制度についても調べてみました。秋篠宮さまが離婚するという噂はデマ。結論から申し上げるとこの噂はデマである可能性が極めて高いです。 報道各社や公的機関などあらゆる情報をくまなく探してみたのですが、離婚に関するものは一つもありませんでした。どうしてこんな噂が出てきたのかすら疑問に感じるほど何もなかったのです。ただでさえ、秋篠宮様への批判が強い中で離婚をすればさらに強まるでしょう。仮に離婚しても後位継承者であるなる人様の養育権をのりこ様が勝ち取るのは難しいと思います。 いずれとつぶまこさまとよしこさまを引き取ったとしても最終的にのりこさまには何も残りませんよね。つまりお二人には離婚をするメリットが何もないということができます。では、冒頭でお話しした隠し子の噂は本当なのでしょうか。これが本当だとすれば現実問題を無視して離婚の可能性もあり得るのではないかと思いますが、本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。 また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。のりこ様ご乱心。このように、不祥事のオンパレードとなっている皇宮警察ですが、のりこ様は、こうした事件以上に、 久人ひとの外出の情報などが宮内庁を通して流出しないかということを最も恐れられているそうです。こうした裏切りに愕然とし、一番怒っていらっしゃるのがのりこ様だという。週刊新潮の記事にも、渋滞にはまると機嫌が悪くなるというのりこ様のお顔について、皇宮警察官が揶揄しているという証言がありました。しかしそれ以上にのりこ様が憂慮されているのは、情報漏洩について、 久さひさまの外出に関する情報が漏れたことにより、危険な事態になったらどうするのか、ということです。果たして、なぜの子様は、これほど久さひさまの外出情報の流出を恐れておられるのでしょうか。ある秋篠宮家関係者は次のように事情を説明してくれました。の子様も、現在の皇宮警察の腐敗には、大変な憤りを感じておられるようなのですが、何より恐れているのが、 久サ様の外出情報の流出だというのですね。なぜ、それほどまでに、久サ様の情報が流出するのを恐れておられるのか、職員らもみんな不思議に思っていたのですが、どうやら、久サ様が、とても可愛らしいから、変質者に誘拐されるのではないかと恐れられているというのです。最近では、あまりにも国民から批判されすぎて、少し頭がおかしくなられているのかもしれないですね。 のりこさまがひさひとさまのことを溺愛されていることは、職員もみんな知っていたのですが、まさか、ここまでとは、とみんな驚いているようです。秋篠宮家関係者。皆さんは、このような子様のりこさまのひさひとさまへの異様な愛情について、どう思いますかぜひ、コメント欄に感想や意見をお願いします。のりこさま、ひさひとさまの裏口入学合戦で、逮捕の可能性 5年以下の懲役刑で秋篠宮家崩壊の危機。注目を集める悠仁様高校進学問題。現在、中学3年生で、来年度には高校に進学される予定の悠仁様ですが、この進学問題をめぐって、大変な騒動が発生しています。この悠仁様の進学問題が特に注目を集めるきっかけとなったのは、 昨年発売された、週刊文春2021年12月30日2022年1月6日号の記事です。この号で、週刊文春は、久人様が進学先を長南観光である筑波大学附属高校に定められたこと、さらに、その進学の手段として、定型後進学制度、という学力テストが免除される特殊な進学方法を用いる予定であることを報道。さらに、その後、 週刊文春は、2022年1月27日号にて、久人様のの区不合格を報道。記事では、久人様もすでに合格通知を手にされたはずです。という宮内庁関係者の言葉を紹介しています。こうした久人様のの区不合格の報道に関して、ネット上では批判が殺到。この地区不合格について報じた記事が掲載されたニュースサイトのコメント欄には、 次のような意見が書き込まれています。そもそもその優秀な成績も忖度なんじゃないの地区府は言わずと知れた難関校。受験生はここに入るために必死で内心を取るために学校の勉強にも、そして受験勉強にも励んできている。私立は経済的に負担がかかるので国立狙いの子もたくさんいるはず。なのにしれっと新しい制度作って入学ですか どうせ大学にもあっさり新しい推薦枠作らせるんでしょうね。この事件は、女優や俳優や大企業 CEO といったセレブが、自身の子供の大学入試試験にて不正行為を行ったり、スポーツをしていない子供が推薦枠で入学できるよう拡策したというもの。この事件は、当時、アメリカで大変な話題となりましたが、久人様のズル入学も、実現すれば、これと同程度か、 もしくはそれ以上にショッキングな事件となるでしょう。現在、宮内庁は、テレビや新聞、週刊誌等のメディアに対して報道の自粛を要請し、さらに、今回の定型更新学制度の創設に宮内庁は関わっていない、とアピールしています。これには、報道を抑え込むと同時に、この問題は、のりこ様の個人的な問題であり、宮内庁の組織的な関与はないのだとアピールするためでしょう。 どうやら、宮内庁も、今回ののりこ様の行為の犯罪性に関しては、十分に認識しているようで、何とか引消しを行うと同時に、地区不合格が決定した現在でも、久人様の地区不進学を断念し、他の高校に進学させるように、との説得を続けているようです。宮内庁関係者。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。 また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。武田恒康さんが YouTube で賛成党について批判していましたね。まあ、皇位継承問題ですけども賛成党が愛子天皇を目指しているのではないかという批判ですね。 ちなみに賛成党といえばもう一人の武田で武田国彦さんも出馬していますがこの人は虎の門メンバーだったんですが選挙に出るから帰れたんですよね。だから叩き出したんでしょうね。ちなみに武田つねやすさんの理論からすると例えば一代限りの女性天皇で愛子天皇を認めてしまったとして愛子様が大谷翔平や羽生譲のような完璧な人間と結婚した時にその人との間に 生まれてくる男児がいたとしても、この子が後継者で良くないと女系になる可能性があるからダメなようです。つまり一代限り女性天皇は絶対に女系につながるからダメだということですね。でも一代限りの生前退位とかは何も文句を言わないわけですね。しかも天皇陛下の誕生日や愛子様の誕生日には何もお祝いの言葉がないくせに皇室ジャーナリストみたいなことを言っているわけですね。 秋篠宮家に口頭が移る方が国民はありえないと思っていますよね。武田つねやすなら秋篠宮家が天皇家と血がつながっていないことぐらい一番よく知っていそうですけどね。秋篠宮家のお院の由来とか知らないんですかね。武田つねやすの怪しいところはもともとスカイビズ2000のマルチ商法で広告塔になっていたりして問題になったり韓国映画の宣伝をしていたり自分のサイトでは3種の神器のプリント T シャツを 販売したりしていたようですからね。めちゃくちゃスベロギ質利用しまくりの人物ですからね。こういう人物が旧宮,宮家の功績復帰とか言っているわけだから全く信用できないですよね。まあ他の旧宮,宮家の男系男子も暴力団に表彰していたりとか問題が多すぎますね。旧宮,宮家の男系男子の功績復帰も無理となれば女性、女系天皇を認めるしやないと思いますけどね。 天皇というのは国民に敬愛されることが大前提ですからね。盗作作文とか裏口入学した人が国民に敬愛されると思っている段階で間抜けですよね。久人様になればそれこそ皇室は終わってしまうしそんなに小室系の子供が天皇になってほしいんですかね。 ちなみに武田恒康さんは博士論文を一つも書いていないのに慶應義塾大学大学院で非常勤講師になったり工学館大学で非常勤講師になったりしていますからね。まあ歴史学者のお田部教授からもあいつは芸能界に行って良くない噂が増えたというようなことまで本で書かれているようですね。最近では暗号通貨とかわけのわからないビジネスとかにも手を出していますからね。 まあ、皇室利用して金を稼ぐ才能はあるかもしれませんね。ただ国民の感覚とはずれていますね。秋篠宮家と同じ考え方なんでしょうね。 小室圭と眞子さんの結婚でも秋篠宮様は小室圭のことを夫の方という表現で眞子さんには皇族でいるまは常に公的なものを優先してきているとして結婚についても直接的にこうと、私という二つの概念に当てはまるのかは少し疑問に思いましたと語っていますよね。 もうこういった感覚というのは国民の感覚ともずれているし、真子さんは公的なものを優先してきたというけども、留学した後に1ヶ月も遊びまくっていてそこで小室圭とも合流したことも判明していますよね。金銭トラブルが解決せずに結婚してそこから解決金ですからね。それなのに結婚は生きていくために必要な選択とか誰一人結婚するなとは言っていないわけですからね。 しかも、じゃあ、一時金辞退するから結婚させろって感じで、悪しき前例まで作りましたからね。まあ、しかも、小室圭と小室佳代さんはタクシー代がないからって、秋篠宮家の車で送迎までしてもらって、天皇陛下が公務でいない隙を見て、東宮御所正門を通ってきたわけですからね。まあ、それを公を優先していたら何年経っても、真子さんは結婚できないとか、アホみたいなことを言ったわけですね。 結婚できないのは何が原因かすらも金銭トラブルから4年経って理解できていなかった無能な皇族であることが分かったわけです。そしてそんな無能な皇族に武田つねやさんは口頭を移そうと必死なわけですね。まあ、小室圭とマコさんの結婚を許した宮内庁も大概どうしようもない組織なんですけどね。そもそも宮内庁長官が警察のトップだったのに身辺調査ができていなかったわけですからね。 区内庁法にも必要な事務については区内庁から警察庁へ依頼できる旨が記載されているのに警察の元トップがそれをやらなかったわけですね。まあ、厚遇警察もダメだし区内庁も機能していないし本気で皇室のことを考えていたら武田つねやすさんのような考えからにはならないと思うんですけどね。ただまあ信者は多いですね。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。 また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。